ダッ。こんにちは、豊さん速報です。大谷選手がまたホームラン、特大の6号ソロを打ちました。もう速報でもなんでもないなんか当たり前すぎてさなんか、あ、また打ったのねみたいな感じじゃんもう田舎のばあちゃんなんかさ、ゴジラかがゴリラかわからなくなってゴリラさん、ゴリラさんの記録抜いたね言うて、ゴリラって誰もうそのぐらいになってきたんですね。もうそのぐらいになってきてんな。あの最初ちょっとね、ペースがっていうふうに、ホームラン今年はっていうふうに、ね、まあそれは ね、いろんな問題があって、あ、まあ移籍もして、はい、でやっぱ馴染むのにっていうかね、はい、まあそういうことはあるよね、やっぱ大谷でも。まあそうですね、でもまあ馴染んできたなって思うのは、はい、やっぱこう打率もいいし、ホームランも今日で6本目、はい、うん、だからまあ順調に来てるんじゃないので、松井秀喜さんのね、あの記録を抜いてからポンポンと、ね、はい、出てきてる。まあそのね、あの意識してない風だったけど、はい、まあ多少意識はあったんだろうね、まあ、数字としてそうですね。まあそうだね、ただ松井秀喜がかかった時間と試合数と、うん、大谷翔平が達成した試合数ではもうまるっきり大谷翔平の方が少ないからね、はい、だからこれはすごい数字だなっていうふうには思うよね。そうですよね。でしかも今日のその6号ホームランもこれ、はい、打球の速度が191キロ、はい、で飛距離が137メートル、ちょっとだスタンドに到達するまでの時間がものすごく早い、まあ、あっという間だよな。弾丸ということですよね。そのくせ飛んでるからね。そうな、137メートルなのでちょっとえぐいなっていう感じはしますけどね。まあ、ただ、まあ、今年はね、はい、あの二刀流からバッター専念ということで、はい、ずっと見てるけど、まあ、走る意欲もあるし、はい、やっぱバッターとして一皮むけるな。ちょっとまたその去年までのエンゼルス時代の大谷選手とはまた違う感じ。やっぱ二刀流って体の負担というかさ、それは相当なるものがあったと思うんだけども、はい、まあ、今年はあの DH でフィールドにいる時間っていうのは少ないじゃない、はい、だからそういう面ではその体は楽だよね。そうですね。だからこれから量産体制に入っていくんじゃないの。もっとホームランのっていうことですか。もちろんで、また盗塁もしてくるよ多分。あ、また増えてくる、ここから。あ、うん、絶対増えてくる、うん、そしたらやっぱもう大車輪の活躍ができるんじゃないの、ドジャースって。そうですよね、うん、ただこのシーズンの始まって途中の中ではロバーツ監督はちょっと苦言みたいな感じで、うん、得点圏打率が、まあ、これ4月22日時点だったんですけれども1割3分6厘と非常にまあ苦戦というかしてる中で、もうちょっとストライクゾーンをこう見極めができればっていうことを彼には話したよみたいなことも話していて、だから難しいんだよね、うん、まあ、例えばその相手ピッチャーの決め球をずっと待って打つバッターと、大谷みたいに振っていって振っていってタイミングを合わせるバッターがいるんだよね、はい、まあ、大谷は本当にストライクゾーンを広げるも何もやっぱ振っていきたがるバッターなんだよ、うん、だからそこにちゃんとハマってこないとさ、はい、まあ、見逃せるのが打ちに行って見逃せるのが一番いいんだろうけども、大谷は振るからね、はい、あ、だからまあこれはね、こうリズムが良くなってくるとこれはもう得点圏だろうが何だろうが打ってくると、もっと打ってくると思うけども。そうなんですね。だからまあこれはね、ストライクゾーンをもうちょっと狭めたらって言うけども、うん、なかなかやっぱ難しいよね。あ、そうなんですね。まあ、高めも低めもどこでもホームランできるから、うん、振っちゃうんだ、行くんだよ。で、行かないと、うん、大谷はリズムが取れないバッターだな。あ、そうなんだ、うん、だからこれは振る、ある程度振るっていうのはしょうがないんだよ。ただ外の低めの落ちるボールに対してだけは振らなくなったね、うん、はい、まあ、助言が効いてるのかどうかわからないけども、はい、あとはやっぱ振るよ。そう、他のゾーンは高めとかね、うん、やっぱ高めはホームランできるっていうふうに思ってるし、だから振っていっちゃうよね。だから得点圏ってさ、勝負弱いから打率が低いんじゃなくて、やっぱマークの仕方もあるんだよね、うん、だからまあ得点圏に行ったら相手のピッチャーも考えるだろうし、はい、でボールをなんとか振らそうとか、それはまあ術中にはまってるかもわからないけども、でも一つボールが低くなったりとか、はい、高くなったりするとそれは大谷は捉えるからね。そうですよね、うん、だから待つしかないかな。だから大谷が勝負弱いとか得点圏で打率が低いっていうのは
俺はあんまり関係ないような気がする。タイミングが合ってきたら打つような気がする。あとはやっぱりファンの方が言ってるのは、やっぱ去年までのエンゼルス打線と違ってドジャース打線は自分以外にもすごい強打者たちがこう揃ってる。だから自分がそのなんとか一発でというのではなくて、例えば自分も塁に出たり自分も例えばヒットを打てば後ろがそれで返してくれるだろうっていう思考のマインドの考え方も変わってるんじゃないかっていうのも。いや、それはもう全然変わってるよね。じゃあ、エンジェルスの時は自分にかかる負担っていうのは、投げるのもそうだけど打つ方もそうだったけども、今はやっぱ負担は軽減されてるよね。そうですよね、だって大谷は今リハビリ中だよ。本来はそうですね。リハビリ中で首位打者だから、ね、ちょっと考えられないの、何がリハビリ中だと思うよね。そうですよね、確かに。だって投手としてはリハビリ中だから、投手として今すごい成績残してるわけですからね。もちろんバッターやろうかって言ったら首位打者だから。去年まではやっぱホームラン王とかそういうことでしたけど、今年はまたやっぱドジャースというところに来て若干そういうものは変わってきますか。首位打者とかそういうことになっていくんですか、ホームラン王というよりも。いや、なんか俺は三冠王取りそうな気がするな。あ、三冠王じゃないな、トリプルスリーはやる。40-40は可能。可能、なんか40-40も可能だし、トリプルスリーは本当に可能だし、でその先に三冠王っていうのがあるかもわからないよね。あ、そのホームランっていうのは去年よりはどうでしょう。そのチームでの自分の役割ということも考えたときに、去年よりも、まあ、減ってくるのか。いやいや、去年は大谷避けられるじゃない。そこだけそうですね、申告敬遠で、いやだけど今年の場合はそんな申告敬遠できるほど3番にスッカスカの選手はいないからね。いやいや、そうですよ、いやだからあの可能性としては相当な数字を期待できるよね。ここからまた本数って上がっていきますか。もちろんあのハイペースでというか。ああ、上がってくると思うよ、これからまた。あのピッチャーも疲れてくるだろうし、大谷は全然疲れないから。リハビリ中疲れない。だってお前ピッチャーなんかやんないんだから。そっかそっか。でリハビリ中だし、はい、で DH だから、はい、もう疲れないよね。そうですよ、ね、でもさ大谷、まあ、DH だけとか、まあ、いろいろこう移籍する前にあのいやうちはいい DH がいるしみたいな、まあ、そんなんだったらやっぱ DH 半分守備にもついてくれなきゃいけないとかさ、はい、まあ、いろいろ言ってたけど、はい、結局大谷見てみろって、うんうん、ね、最高の DH じゃない。本当そうですね。リハビリ中だぞ。いや本当に何回も言うけどリハビリ中だよ。カッコにして後ろにつけてほしいですけど。いや本当だよな。そうですね。あとはね、スイングの時にキャッチャーがその打撃妨害を取られるシーンなんていうのもちょっと見られますけれども、そうそう、これはね、一つの考え方として、はい、キャッチャーって160だろうが、うん、70だろうが取るじゃない。はい、取ります、うん、ね、バッターだって、うん、ね、バッターそれを打ちに行かなきゃいけない、はい、バットで捉えなきゃいけない、うん、そしたらよりキャッチャー寄りにボールを引きつけて打てた方が、うん、ここで打つのとここで打つのでさ、同じ160キロでも、うん、やっぱこれだけの間があるわけよ、はい、まあ本当に160キロって言ったらこの間があるわけよって言っても一瞬で来ちゃうけどね。、はい、だけど大谷の中ではやっぱキャッチャーが取れるものは打てないはずがないと思ってるはず、ね、だからキャッチャー寄りで打つんだ。そうするとキャッチャーはそこにボール取りに行こうとするので、うん、どうしてもミット、そうそう、ミット弾かれる。ああ、そうか。で打撃妨害に、そう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 。あ、だから大谷って足を右足出してその場で回るでしょ、はい、前に行かないじゃん、うんうん、だからより引きつけてここで打とうとしてるからさ、だからちょうどかぶっちゃうんですね。かぶっちゃう。それって普通にあることなんですか、どの野球選手。いや、そんなにないよね、みんなこうやって打ちに。あ、じゃああれは大谷選手だからこそのっていう。でもこれから増えてくるよ、だからキャッチャーは下がらなきゃいけない。いや、ちょっとね、いやいや、手出せないみたいな。そうですよね、そうそうそう、打撃妨害でね、入ってなっちゃいますから、まあそうなっていくと思う、うん、だから理にかなってる打ち方はしてるよね。いやー、でもね、今年本当出だしがいろんなことがあって、まあね、まずドジャースに決まったっていうところから始まり、でもそこから最初のね、方はいろんなことが、まあ、精神的にダメージがね、うん、あるような事件もあったし、で最初の方なかなかちょっとね、調子がっていうのもありましたから、まあ移籍もあったしな、だからまあそういうチームになれるとか、うん、まあ多少やっぱりね、人間だから、ね、はい、ドジャース移りました、うん、
うん、まあ、年間ずっと地区優勝優勝とか、はい、まあ2位とかまた優勝とか、うん、3位なんかないんだから12年間ぐらい。すごいチームですよね。すごいチームでしょ、うん、やっぱそういうチームに入ったらさ、多少やっぱり遠慮はあるよ、多少最初ぐらいは、うん、いやそれがやっぱ成績に多分出てたんだと思うけど、うん、でももうみんなと溶け込んで、はい、まあ、チームメートとして戦うっていう風になってくると、うん、もう遠慮がない、うんうんうん、ね、馴染んできているという。そうですね、まあ、そうなってくるとやっぱり自分の力を発揮した時には大谷はこのぐらいの力があるということで、さら、ね、にまたあの季節が暖かくなっていって徐々にまた体調がどん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 上がっていけば、はい、それと同時にホームラン数だったりとか状態もまたこれからどんどんさらに上がってくるって感じですか。上がる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 。やっぱり二刀流してた人が DH1 本だったら相当楽だと思う、体は。そりゃそう、回復度も違いますもんね。え、もう試合終わったのみたいな、うん、あ、勝った、あ、よかったねみたいな。そうですよね。でもこれシーズンやりながらあのリハビリもやってるわけですよね、一応。当たり前だよ。そうですよね。リハビリ中だって言ってる。すごい。だピッチャーとしてまた来年行くための練習っていうのももちろん、まあ、あのキャッチボールを少し始めたとかなんとかっていう話を聞いたけどね、うんうんうん、まあ、だけど、まあ、今年はね、はい、慌てず騒がず、うんうん、もう DH1 本でリハビリ中と、うん、に専念するんじゃないの。すごい試合出てボクスカ打ちながら実はリハビリ中って、こんな選手見たことないですけどね。いやーすごいな。でもやっぱ俺が生まれ変わったとしたら、うん、打撃理論をちょっと根こそぎ変えて、うん、打ってみたいな。あの いわゆる今の打撃理論、縦振りみたいな、うんうんうん、ね、感じで。そしたらまた何か変わってたかもしれないですね。全然変わった。あとはあのダルビッシュに、はい、あのサプリメント飲み方とトレーニングの仕方、そうですね、それ聞いてやったらやっぱ成績は全然変わるだろうなと思うよ、うんうん、そりゃそうですよね、うん、だからこっから5年後もまた全然違うでしょうし、あ、理論が、まあ、昔10年一昔って言われてたけど、うん、まあ、野球界ではそうだな、まあ、3年一昔になってくるかもわかんないな。じゃあだから今2024年ですけど、2027年になるともう今の時点の理論がもうまたちょっと変わってるかも、変わってるかもしれないですね、うん、そうだね、うん、まあ、だからそれに対応していくのは大変だろうけども、はい、まあ、対応していかざるを得ないというかね、うん、でもうピッチャーもあと5年後には170キロ台になってんじゃないの。腕がどう進化していくんですか。すっぱ抜けないですかね、腕そのうちあ、本当だな、うん、だからまあそれに伴ったトレーニングもやっぱ考えるんだろうな。ただまあ日本人選手、今永投手も頑張ってますし、今シーズン、そうだな、はい、山本投手も頑張ってますし、でもね、菊池雄星の試合も見たし、うんうんうん、まあ、今永も もちろんそう、まあ、マイケンが打たれて、はい、で今日投げたのかな、そしたら、まあ、抑えてたけど、2番手が打たれて逆転されてるんで、何やってんだと思うけど、はい、でも彼らはね、やっぱすっごい腕振ってんな。あ、そうなんですね。いや、日本の土俵よりはるかに振ってるよ、これはね、やっぱね、負担がかかると思うよ。だからもう本当に怪我だけはね、そうですね、もうしないでほしいと思ってます。そうですね。で、プラスアルファね、大谷投手じゃないですね、大谷選手が、まあ、このホームラン数をさらに1週間後いくつにしているのか、このあたりも楽しみにしたいと思います。楽しみだね、はい、ただし言っとくぞ最後に、はい、リハビリ中と。そうです